ギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオよりこの後11時30分までお送りしたいと思いますそれではですね CM の後ゲストさんに自己紹介もしていただきたいと思いますそれでは一旦 CM です

はいただきます。 ということでもう早速ですねゲストさんに自己紹介の方をしてもらってもよろしいでしょうかはいグス用中柄ビラ <laughs> <laughs>、えー、沖縄手帳を発行しております、はい、発行人の前白徳七ですはいよろしくお願いします,、はい、しますなんと徳七さんはねあの有名な沖縄手帳の番組もね <laughs> FM 技能でもやっているんですがそれの発行人ということではい皆様沖縄手帳 ご存知でしょうかあの県外の人もね結構聞いてる人が多いので沖縄手帳というものをじゃまずごあの紹介していただいてもよろしいですかそうですねはいえー、まあ名前の通りねあの沖縄手帳というやつを発行してるんですよはいでちょうどね来年でね発行を始めて25年になります25年はい皆さん25年間ありがとうございましたさあ終わるんですかはい <laughs> はい。 あのなぜね沖縄で手を作ったかのかってよく聞かれるんですよ。でその頃をねあのいろいろ考えてて、うんえー、沖縄の習慣だとか、うん、行事だとか。 存在だとかイベントだとか季節だとかみんなこれ東京と違うわけですよねもう本当とに丸っきり違いますよねで東京の手帳だと旧暦が載ってなかったりいろんな沖縄の行事はもちろん載ってないわけですね載ってないですねそれで皆さん不便なので壁掛けの日めくりカレンダーを必ず家庭にあったんですよところがあれ値段が高いもんでだん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 企業配らなくなったんですねそうするとみんな困ってくるわけですね で私もいいろろ考えて、沖縄の人は沖縄の社会とか時間に合った手帳を使うべきで、うん、確かになぜ東京の手帳を使わないといけないのか、うん、そういうのがあってですねいろいろ考えてあじゃあもともとは徳七さんも、はい、あの東京のそうその時はもうそれしかなかったんですよ これはねおかしいと、うん、沖縄の人たちが自分たちの歴史とか文化とか伝統とか取り戻すには自分たちの手帳を、うん、持たなきゃいけないとか人間1人で生きてるときは手帳なんていらないんですようん、うん、その社会との関係があるときに手帳が出てきて、うん、今日はこんなことがあるとかメモするとかうん、うん、個人と社会との接点なわけですね。確かに であればこれは沖縄だけの沖縄を反映した沖縄独特の手帳を作るべきだろうなと思ったわけです、うんはい、でもねその時にねすでにその、うん、参考になるやつあったんですよ八重山で八重山手帳っていうのが先に数年前に出てましてね私は八重山で行ったんです、はい でその八重山手帳を発行しているのは南山社の上津さんという方でお会いしていろいろ話してきたんですね、うん、あの大変素晴らしいとでも、うん、沖縄全体のものが欲しいと申し上げたら上津市長さんは自分たちは八重山だけだというので <laughs> じゃあ我々が沖縄全体のものをやりますからということで人形 <laughs>、まあ、を切ってですねやることにしたわけですね。あじゃあその八重山手帳は 八重山に特化しただけど日本全国で見た場合、はい、沖縄の文化を挙げながら、うん、沖縄の人が沖縄の文化を反映した手帳がないっていうのはこれとてもよくないと、うん、やらなきゃいかんと思って作っったのがきっかけなんですこの「沖縄手帳」私たちもねこの朝の番組で使ったりもしてるんですけどこの手帳の私一番いいなって思うところがうん、うん、やっぱり県外とか。 私みたいにこの離島から来るとこのもしねあの沖縄の人ってあのいろいろ文化があるじゃないですか長男特に長男嫁だったり全然わからないんですよなるほどねこのね本当にないんですよなかなかこういうで行事事が好きじゃないですかその時に調べられるしいつ何があるってわかるそうです本当にいいですね旧暦の ことすららわかない、はい、まずあの本当の手帳は旧暦がない、うん、ない,ないそれから潮の満ち欠けもないところが沖縄でいろんな伝統行事やる時は旧暦でやる行事が非常に多いわけですね本当にほぼ旧暦ですよ、ね、ほぼ旧歴です、うん、でお援ごをやる時はあの満潮に向かってる時にやらなきゃいかんとか、うん、<laughs> いうしきたりもあるわけですよね,すね、はい、そうするとどうしてもそれが入った手帳が必要なんですよねうん、うんはい でさらにですねあの沖縄だけの記念日というのは結構多いんですよ多いですね、うん、例えばみんなが知ってるのではあの慰霊の日これは沖縄で大事な記念日ですねあるいは、えー、4.28まあ、沖縄で言って言いますけどね、うん、サーフラー室が平和条約ができて沖縄が日本から分離された日だとかですねお まあ例えば沖縄だけの記念日でいうと最近ねあのちょっと面白い経験したのは、はい、あの沖縄そばの日っていうのがあって10月17日なんですよね、うんえー。これどんな日かというとですね、はい、あの復帰した時に、うん、沖縄そばという名前は使えなかったんですよ。わかかかかかりりまますか、ね、何ですすすねでで沖縄じゃないら本土の方に帰りますと、うん 日本の法律が適用されるんですけど、はい、公正取引委員会というところがありましてね、そば、はい、粉、そばの粉ですね、そば、うん、粉を使ってなければそばという名前は使えないっていうところにすごくあったわけです。沖縄そばは小麦粉ですもんね。そうそう。だから沖縄が戻った時に。うん 政府はこれはそばとは言えないと言ったわけです。うんうん、そんなこと言ってもね、これクリンが決めることじゃないだろうと。うん、沖縄のマヤもう戦前からずっと昔から沖縄そばと使ってたんだと、うん、いうことで、あの沖縄縄文製造共同組合が本度とずっと交渉して、うん、もうここここまで、ね、根付いてるんだからということで沖縄そばの日っていうのを認めてもらったわけですね。ええーはい。そしてほうほう今あと一つね大きいのを見つけたんですよ。はい。 これはね、あの島豆腐の日っていうのが作るべきだと。島豆腐も復帰するとあの危機にあったんですよ。はい、これは食品衛生法という厚生省の法律なんですけど、日本の豆腐は、はい、製造販売,販売するときに水につけて販売しなきゃいけないという規則があった。はい、から沖縄の豆腐は あのだったり硬、うん、い豆腐で板の上にのせてる島の硬い豆腐はい、はい、水につけないんですよ、うんうん、で何と言ったかというと大和の人がねこれは売っちゃいかんと言ったんですよ、うん、で豆腐業者に設備を変えなさいと、うん、そうすると小さい豆腐を作っている人たちはそんな設備を入れられないんでということでやめていく人もいたんですよね、うんはい、それでこれは大変だと、うん、沖縄の文化だということで、うんうん 沖縄油揚げ豆腐事業協同組合っていうのができてこれも政府とずっと掛け合ったんですよ、うん、で何年かしてですねもともと販売の時に水につけないで販売するという習慣がある地域については例外的に認めるっていうことになったんです、うん、それがね同じ10月17日だったんですよえー、えー、これ偶然ですか えー、1978年の10月17日であの豆腐をね水につけないで売ってもいいっていうのが認められたのは1976年だったと思いますけど同じ10月17日ですねで沖縄そばはあの厚生取引委員会油脂豆腐はあの厚生省の食品衛生局全く別なんですけどたまたま同じなんだ、うん、へえ私はびっくりしましたね じゃあの豆腐が食べれるのはあの日があったからなんですね。この運動をやったからなんです。これね県外の人あまり分からないと思うんですけど沖縄の人おやつとかで熱い豆腐が出てきたりしますよね3時のおやつに。子どもたちにね結構あげたりそうこれはね何を言ったかというと法律があってそれに従って生きるんじゃなくてね生きてる人たちの生活が大事で。 それを政府に国に国認めてもらわないといかんわけですよね、うん、かだから生きてる人住んでる人たちが自分たちの習慣とかそれを、ね、勝手に諦めたらいかんわけです。やっぱり強く交渉してでもやらないかと、うん、そ,そうすると沖縄の文化とか歴史を知らなければ、ね、そんなことできなくなっちゃうわけです。うん、で,すよ、ね、で元に戻ってね、うんえー、それで昨年はあの沖縄県油揚げ豆腐共同組合に行きまして、うん、これ問題話ししたんですよ。はい で向こうも何年か前に調べたけどこの日にちはっきりしなかったとうん、うん、で今はもうネットで使えるようになってこれはあの何年の10月17日ですと私、理事長にもお会いしてねあの島豆腐の日を作って運動してもらいたいとお願いをしましてえ理事長さんも一緒分かったとやりましょうというようになっているんですよだけど事業協同組合だから総会を開いたらいろいろしないといけないので手続きはちょっとまだなんですね。 で来年の手帳にはこの同じ沖縄そばの日に、うんえー、これはあの沖縄生麺協同組合が制定したと、はい、その隣に島豆腐の日っていうのを入れますとうん、うん、で,できればあの組合が制定したとに入れたいけど今入れられないんでそれだけ先に書いておきますというふうに話をしてうん来年の手帳の発売を待ってるところなんですねじゃもしかしたらもうあれなんですねまた新しい日が加わる可能性も、はい 沖縄そばの日に島豆腐も食べましょうとなるんでん私の予想ではユシ豆腐そばが売れるんじゃないかと思ってんですけどねユシ <laughs> 豆腐そばって美味しいですよねはいあ。それでですね特一さんが全部この沖縄手帳の品質だったり調べてるんですかそうですねあの最初それを作ろうと思って、うん、あの。 まあ委託をしたんですけど考え方が違うみたいだったんで、はい、私の方で引き取ってずっと編集したんです、はい、でそれからずっと私が編集監修をするということになっているんですじゃあ25年間ずっとそうですねそれでねあのどんだどんだねんんページも増えてきて中身も増えてきてるんです <laughs> 実はですねこの今私の手元にですねこの初期の沖縄手帳とまたこの2018年版の「 沖縄手帳があるんですけど厚さがね全然違くて2倍ぐらいありますね,すねはいはい、はい、ページ数がね最初の頃は80ページぐらいで今は120ページぐらいになってるかなうん本当にいろいろね花だったり<は>るする、ね、最初はねぴったり365日の,の手帳だったんですよ1月1日からスタートして12月30日ところがお客さんがね新しい手帳が出るともうすぐそれを使いたいってああ ですから今は12月1日から使えるようにしてるんです。うんうん、あの新しい手帳を買ったときは早めに使いたいっていうのがあるわけですね。前の回のもいろいろ入れたいと。うん、から早めましょう。あ,あじゃあ今で言えば2017年の12月から、はい、えっとかける手帳ということですね。そうそうそうあと一つはこのノートサイズがあるんですね。うん、これはビジネス版が多いんです。うんうん多いですね。そうするとね今度出てきた要望が あの会社の決算が3月なんで、はい、3月末までいろいろなことを書けるようにしてくれんかといろいろ出てきましてねあ再来年の、はい、はい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 これもうその年の11月からスタートして翌、うん、翌,翌年の3月末までと <laughs> <laughs> つまり非常16か月の手帳になっちゃったと いうこととあの資料がどんどん増えてきたわけですね。はあ、で、それもね、ね変えていくのもあのお客さんの要望に応じて変えていくっていうのが非常に多いんですね。これってお客さんの声ってはい大変大切ですね。うんどういうふうなんかあのネットとかでメールとかで来るで、ね、のもあるし手紙で来るのもありますね。うん例えばね最近のヒットではね、はい、の手帳の資料で一番使うのは年齢配比表なんですよ。はいはいはい。 で東京のこれも東京の人ですけど、うん、あの大体の手帳がね大体あの手帳片面1ページなんですね、はい、あのもっと古くからのを出してもらいたいとうん、うん、例えば自分のお父さんのお父さんがいつ亡くなったかとか、うんあ,はい、あれいは調べるとするとき<れ>、えー、戦前のもっと昔を調べたいとそれからメモをいろいろ入れて そういうのが出てきて、はい、じゃあやりましょうと <laughs> いうとになってね今のこの沖縄手帳の年齢早見表は、はい、なんと明治元年からスタートしてるんですよそうすると <laughs> 150歳なんです <laughs> ああ<ー>はいあ、いやでも使えますね1868年150年でこれをやったら結構ね、あのユニークで、うん これ調べてないからはっきり言えないんだけどこの150年の年齢配備表を載せる手帳は多分日本の中で沖縄手帳しかないんじゃないかと思うんですよね <laughs> これとっても喜ばれましたねいやでも使いますよね、はい、本当にいつなくなったかって、うん、そっか150歳ぐらいの方も調べるかもしれないですね また来年、平成から年号変わるわけですよね。そう,よねそうすると計算が難しかったりもうこれ年齢早見表を見ようとするとなるわけですよ。大正が何年だったとか明治が何年だったとか,か平成が何年だったとか,っか,だからこれはますます使うだろうと思っています、ね、年号は来年はね、えー、4月5月1日 手帳業界が、ね、大変でしょうね。そうなんです、はい、発表されてないんですもんね、はいはい、これね、面白い話があってね <laughs> あの、最初の頃はね、今年の12月あたりに発表されるんじゃないかという話も出てたんですよ。うんうん、そうすると、カレンダー業界がいろんな運動をしましたね、うん、それで困ると。うんうん、実はカレンダー業界は、もう今の自分では大体、印刷は仕上がってるわけですへ<ー>で売る時に 年号が変わっていたらももうううどうしようもない、はあ、ただ大手さんだけはこれに対応できるだろうと、うん、もうフル稼働で作っちゃう、はい、でも中小なところは全部こう売れなくなるとうん、うん、いうことでそこも運動してたみたいですねで4月にで,で結局多少持ち越してというふうになったということなんですね、うん、じゃああれですね4月にからは、はい、あの平成のまんまのやつを多分みんな使ってるんでしょうね。そうですね、うん だから沖縄手帳でそれを記載するときはあの新元号元年とかねう <laughs> そういうような使い方でやってますけどね沖縄手帳ってけどね本当に奥深いですねそ<う>25年の歴史が <laughs>、うん、あとはね沖縄手帳だけで使ってるやつはあの沖縄気象語読みってやつを使ってるんですよ、うんね、つまりあの学校で教える季節っていうのは、はい、日本中どこでも同じ季節なんですよはい でこれに合わせてるわけですねうん、うん、で冬というのはいつから冬かというと、はい、これ日本中全部決まっていて12月から2月までが冬、うん、3,4,5が春6,7,8が夏9,10,11が秋うん、うん、こういうふうに教えるわけですれはい、こ沖縄はこれに合わないんですよ。合わないですね,全然,ね全然合わない、うん、それで、えー、昔沖縄気象台の,の所長さんだった方が 沖縄気象語といって,言って沖縄にあった気象ごみを作っているんですうん、うん、北村真司さんって方ですけど、うん、私はそれを採用してるんです例えば、はいえー、今だとあの東京辺りだと今もう8月は夏の終わりで9月から秋なんですよね。早いでですね、うん、で沖縄では あとね、八月、九月の五日までは、まだ真夏なんです。うんうん、で、九月の六日から残暑っていうのが入って、十<ー>月の八日から秋。十一、はい、月一日から晩秋、十二月二日から冬の入りとかね。お、うん、沖縄に合わせた、あの気象があるわけですね。<laughs> いや、本当にそうだと思います。絶,絶対合わないですもんね。うん、それを取り入れているわけです。うん いろいろ試行錯誤しながらはい面白いですよやってきた沖縄手帳さんなんですがえっとですね仕事上で苦労したことこの沖縄手帳苦労したつ打ちはいあのまともと専門的に歴史を勉強していたわけでもないんで、うん、これねけ調べるのは結構苦労しましたですね,あのですね一つ一つの出来事があって調べていくとみんなしつづがバラバラだったりするんです、えー、本人よと違ったりするんですよ。 そうなんですか、うん、それで困って、これはね、じゃあ、沖縄タイムズが出してるある、沖縄大百科事典っていうのがあるんですよねうん、うんで、これで決めようと思って、沖縄大百科事典を読んで、日にちを調べて、ついでに大百科事典の別冊年表っていうのがある、うん、これを見たら、なんと、本文と年表が、日にちが違っているとか、<え> <laughs> あるんですね。はい そうすると、現物を当たらなきゃいけないっていう、ことになって。はい,は,いはい。はい。はい。投資家に通ったり、手入れる、調べたりするわけです。うんうん、まあ、これは面白い、いろ,いろあの、意外な発見もあって、面白い、ではあるんです、はいうん、でも、大変ですね。うん、まあ、それと、あと一つは、あの、沖縄手帳という名前が、ちょっと有名なんでね。うん。うん ほかにもリゾートダイヤリーとか沖縄ダイヤリーとか似たようなのがたくさんあるとかできてきてるんですよ。はい、それはいいことだと思うんですよね。うんうん、だから今は沖縄の人が使うのは沖縄の地元手帳が圧倒的なんですね。うん、11月になると、ね、本屋の前にあの沖縄手帳コーナーっていうのができてできます、ね、いろんんなの作ってるですうん、うん、私が困ってるのはその時にじゃ沖縄手帳くださいって言うと店員がどの沖縄手帳にしますかっていうあ<ー>。<laughs> あこの沖縄手帳ですよこれが沖縄手帳で <laughs> あれはリゾートダイアリーですよと言ってもね店員はあそうですかこれみんな沖縄手帳じゃないですけど、ね、<laughs> <laughs> これはちょっと頭が痛いんですよねでも本当に名前が、ね、定着してますからね沖縄手帳でも、はい、おかげさまで25年ですからね、はい、あそしてですねもう時間が迫ってきましたので最後にやりがいを 仕事上で感じていることって何がありますかあ、これはやっぱりユーザーからの反応ですね。うん、一番最初に出した時に、はい、手帳を手に取って見た人がとても喜んだんですね。うん、で沖縄に誇りが持てたと、うん言うと言ってくれて嬉しかったですね。はい、あ、そしてこの沖縄以外の人も結構ね県外の方も、そう県外から結構多いんです。ね、県外ファンとか、うん、去年から。 アメリカのミネ,ミネソタ州に住んでる、えー、ミネソタ州の内中というちのランチューとしてから、えー、あの長文のお手紙見いただきましてえー、嬉しい、うん、なんかねずっと沖縄の親戚に頼んで沖縄の手帳を使ってもいると、えー、ぜひこの手帳はあの大事なんで頑張ってください,たいとあもう本当にこれがあれですねもう支えですねそうですえー、嬉しい海外から海外からもありますよあのロンドンからもあったりするしねえそれで ちょっと今の曲がね「四万十の宝」ですよね。うんはい、これなんですよねシマンチュの宝の、はい、沖縄にいろんな宝物があるけど、うん、その意味をわからないうん <laughs> 本当にあのに若い人に私は一番ね手を取って見てもらいはいだから沖縄というち今やらなきゃいけないのは、うん、もう復帰して四十数年、はい、戦争から70年わ、うん、からないんですね復帰前のこともわからないし。うん、うん 米軍に政権化での出来事も分からないし歴史が分からなくなっている、うん、歴史が分からないとまた間違った判断してしまう。うん、それを伝えていくのが我々の役割だろうなと思っております。沖縄県庁はいうん、そのために頑張っていきたいなと思っているんですよ、うんうん。そうですね。みんな本当にね手に取って見てほしいです。そしてこの県外の方もね本当に多いんですね、うん。これ県外でも売ってるんですか。県外でも売ってますね。売ってるんだ。はい。 まあまいまあまあまあの例えば、ね、兵庫県人会の一番下に1階にある本屋さんがあってそこはよく売ってるとかね、うん、大阪県人会でも扱ってるとか千葉でも扱ってるとかあるいはあの東京の和下ショップうん、うん、最近ではネットで購入する方が多いんですので、ね、ネットがねあそうそうじゃんあそろそろじゃんお時間になってまいりましたので、はい、徳士さんぜひね今度第2弾で。 このの創業までの経緯を第2弾もやりましょう10月に沖縄手帳がまた新しく発刊されるということで新手帳の新年度の発売と同時にまたさっちゃんとそうですねじゃあ新年度発売の時にまた第2弾をやりたいと思いますので今日は本当にありがとうございましたはいいどううもありがとござましたそれではですねお相手はムギの庵さこと はい、えー、沖縄手帳発行人の前代ですはい前代徳七さんでしたありがとうございましたそれでは皆さん第2弾お楽しみくださいはい